にちは。こんにちは。こんにちは。さあ、本日もやってまいりました。プロ野球チップストーク第6弾。よいしょ。ありがとうございます。今日もお願いします。神にね、ポンポン。はい。左手で、右手だとどれも、あ、そうか、リーチがちょっと、そうですね、小さいチーズ選んでますね。はい、おー、いいなー。やっぱね、開ける瞬間ってのはやっぱ、そうだね、毎回ドキちょっと緊張感、緊張します。さあ、小村さん、はい、お願いします。わかりました。はい、ではまた2枚選びますが、はい、そこから豊さんに引いていただくと。はい、おー、おー、はい、お願いします。どうでしょう。ちょっとパディング率は高いわ。もう一人だ。いや、でももう一人は阪神タイガース岩貞投手です。ああ、岩貞投手でした。豊さんが引いたカードは千葉ロッテマリーンズボロシンガー投手。 あれ、寿司屋一緒なんですよね。千葉違うな。違う。ディズニーで一緒になったとか、そういう。ディズニーで一緒になっても話せないからな。まあ、いい成績だったよね。うん、これ勝ち頭になったのかな、ロッテの。と思いますよ、今回は。なあ、はい、今年ナックルカーブがいいんだよ。あ、書いてますね、まさに。日本人が投げるナックルカーブよりも速いでしょ。うん、ナックルカーブとカーブの違いって何が違うかっていうとさ、はい、普通のカーブってポンと浮いて落ちるじゃん、はい、ナックルカーブってそのままスタンと落ちるんだよ。ーミートしづらいという特徴がある。それの特徴を一番持ってるのがボルシンガー。おー、最初のうちは活躍したけどさ、はい、シーズン終盤になってくるとなかなか勝てなかったよね、うん、対策を狙う。だからやっぱりそう、例えばナックルカーブが全部低めのボールを振るとか、うん、それをもう我慢しろとか。やっぱボール先行になると意外に弱いピッチャーかな。取りに行くところをやられるという。なるほど。だけどやっぱこう素晴らしかったで最初のうちは。うん、これが来年どうなのかということだよね。あのロッテの球場でコントロールつけるって本当難しいからね。あ、そうなんですか。やっぱこう変化球が特徴のあるピッチャーだな、はいはい、変化球って自分が思ってるより向かい風だからピッチャーって、はい、ロッテの球場ってさこうなってるんだよ、まあ、例えばロッテの球場の特徴ってさ、風がこうこっち寄りに吹いてるとするじゃん、はい、こうバックネットがあるじゃん。これが球場のここに当たってピッチャーが逆風を食らうんだよ。へー、跳ね返ってくる。跳ね返ってくる。へー、だから意外とこういう風で10メートルの風っつってもさ打球が伸びるんだよ。おー、なるほど。まあこうやって球場があるとするじゃん、はい、ね、これより先にボールが出ると戻されるんだよこの風に。はい、だけどこれより低いライナー性の当たりは風で伸びたりということは、ピッチャーって変化球にコントロールがつきにくい。はー、だからすごく難しい球場なんだけど、それをまず最初利用できたよね。なるほど。そういう意味では最初は活躍できたけど、はい、やっぱそのコントロールが使わずにボール先行するとやっぱり外国人の特徴ってさ、まっすぐで取りに行きたがるんだよね、うん、そこら辺で捉えられたという。それを来年以降どう変えられるか課題の一つだよね、うん、それができたら安定して勝てるピッチャーだよ。いいピッチャーだ。まっすぐ狙われたからってまっすぐ跳ね返されるだけのそんな簡単なピッチャーじゃないよ。やっぱまっすぐのキレもいいし速いし、期待はできます。おお、楽しみですね。普段からなんかこう進行あるんですか。全くない。俺は一方的に見てる。あ、でもボルシンガー選手がチャンネル登録してる可能性もないこともない。確かにね。これを機に来年ちょっと英語であれしなきゃダメだよ。英語で会話しないとダメ。そしたらなんか USA かなんか呼ばれたりする。いやー、ほんととんでもない YouTuber になりますよ。なあ、世界的な世界レベルですよ。じゃあイニエスタも呼んでみる。お前知ってる、イニエスタ出ますよ。今回あのビジャ選手も来ましたよね。あ、来た、すごいよな。スペイン、お前ちょっと待って、話それすごい。ボルシンガー選手、ボルシンガー選手ボルシンガー選手いくつ今。今が88年生まれなんで僕の1個上で30ですね。あのさ、マイコラスがさ向こうで勝ったから今すごいですよね。半端ないっすよね。まあ、ジャイアンツはそんなに飛び抜けてって思ったけど、うん、やっぱあのカーブ特徴がある。ああ、持っていかれんじゃないメジャーに。結局そのパターンですか。結局こブルージェイズから来てますからね。確かにブルージェイズからロッテに来てますね。だから可能性ある。今のフライボール革命で、うん、どんなボールが球種的にどんなボールが一番ホームランの確率が低いかっていうとカーブが低いらしい。う
うわぁ、それを持ってるピッチャーだけに、はい、またなんかメジャーに勝負するね、抜かれる可能性もある。助っ人外国人の方って、うん、日本でこう一回成績上げてまたメジャーでっていう考えもちょっとあるんですか？あるある。やっぱ日本で上手くなる選手もいるから。ありますよね。まあ環境が変わって良くなるっていう選手がいるじゃない、うん、日本人でも、はいはい、外国人もそうだよ。あ、だからやっぱり日本人の方がしつこいからさ、はいはい、やっぱミートするっていう意味ではものすごいしつこいバッターが多い。向こうはパワーに気をつけなきゃいけないけど、うん、日本人はもうやっぱりしつこいもん、うん、だからそこで勝てるピッチャーになってくると向こうでは通用するかも。なるほど。来年いるんであれば、はい、もうなんかこうへばりついてでもサインもらっといたら価値が上がる。確かに。そうっすね。もらいきたいっすね、ちょっとオルシンガ投手にサイン。俺はいらないけどね。